皆さんこんにちは。今日のおやつはこちら、セブンイレブンさんで今日2016年3月15日から発売開始しましたホイップドーナツを買ってきましたので、こちらを食べてみたいと思います。こんな感じです。お皿に出してみたいと思います。じゃーん、1つ税込120円で買ってきました。セブンイレブンさんのホームページによりますと、牛乳のコクと風味が味わえる口どけ良いホイップクリームを使用したドーナツです。パン生地には主にカナダ産の高級小麦を使用し、ゆだねを入れてふんわりとした食感に仕上げました。1つ278キロカロリーということです。高級小麦を使用してるんですって。そしてゆだねを入れてふんわりした食感に仕上げているということで、どんな味がするか楽しみです。ホイップドーナツ、いただきます。触った感じはしっとり、おお、ホイップたくさん入ってます。いただきます。うん、おいしい。うん、生地がもっちりしっとりしてますね。うん、ふんわりした食感にって書いてますけど、ふわっととろけるっていうよりしっとり感がある生地ですね。ふんわり、うん、ふんわり、確かにボリュームがこう厚みがあってふんわりしてますけど、食べてみると結構しっとりして口当たりがいいです。うん、おいしい。うん、なんか飲み物と一緒に食べたいですね。セブンカフェのコーヒーと一緒に食べるといいと思います。うん、おいしい。ホイップがめっちゃめっちゃ美味しいです。これ牛乳のミルクっていう感じがたまんないです。結構たくさん入ってるから口の中いっぱいに広がってすごい美味しい。生地とすごい合う。一個でも結構大満足するかもしれない。パンの生地もすごいしっかりしてるので噛み応えもあって食べてるって感じがしますね。満足感がかなりあります。 あと一口だけになっちゃった。ではでは、いただきます。うん、うん、すごい美味しかったです。カスタードより私こっちの方が好きです。普段タルトとか食べるときは絶対カスタードの方が好きなんですけど、この丸いドーナツはホイップがいいですね。柔らかさがもう幸せっていう風になります。セブンイレブンさんのホイップドーナツおすすめです。ぜひ皆さんもお試しください。本日もご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまた。